いらっしゃいませ。ありがとうございました。ベッドをお願いします。では始めましょう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ベッドをお願いします。お手柔らかに。スタンド。やりました。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ヒット。クシーズで。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ヒット。スタンド。クシーズで。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ヒット。スタンド。やりました。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。
スタンド。やりました。よし。どうされますか。ベッドをお願いします。お手柔らかに。ヒット。スタンド。不審者で。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。ブラックジャック。よし。どうされますか。いらっしゃいませ。勘弁してください。舐めてんじゃねえぞ。やんのか。
の昆虫カードを選んでね。次は打撃技を覚えさせるんだ。次はハサミ技を覚えさせるんだ。次は投げ技を覚えさせるんだ。これでいいかい？さあ始めるぞ。全力で戦わせてもらいます。伊勢花魔王カマキリ。メスキングの名をかけた熱い戦いが始まるよ。勝つのはどっちだ。はじめ。負けません。意外とパワフルですね。しまった。これで決めますよ。次は打撃技を覚えさせるんだ。次はハサミ技を覚えさせるんだ。次は投げ技を覚えさせるんだ。これでいいかい？お前をメスキングにしてやるぜ。悪いけど本気で行くで。ギラファノコギリクワガタ。優に勝ち目はありません。レオゼミ。メスキングの名をかけた熱い戦いが始まるよ。勝つのはどっちだ。はじめ。いきます。やった。もらったで。行くよ。はい。決まった。
の勝ちだ。やったね。泣きっ面に蜂、不幸なことが重なかかるな。ちょっと眠くなってきちゃった。寝ててもいい？ゆっくり休んでおけ。ああ、キリュウちゃん。伊達さんは？伊達さんならさっきいきなり出て行っちゃったわよ。え？なんかクソとか言って怒り気味だったけど。そうか。いらっしゃいませ。お一人ですか？いや、翔太ってのは来てるから。ええ、翔太なら。あそこにいるのがそうです。あ、ちょっと伊達さんか？さや。え、お父さん。お客さん困ります。どけ。翔太、大丈夫？さや、お前こんなとこで。こんなとこで何よ、今さら父親面。今日だって約束すっぽかしたくせに。それはお父さんはいっつもそう。あったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして、そのくせこんな時だけ父親ぶる。さや、帰るね。さやちゃん。くそ。な、何よあんたたち。さや。ちょっと離して。
せえ。おい、何やってんだ。なんだおっさん。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金。ああ、この女ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ、おっさんも買ってくれや。やろう。お父さん。キリュウ、お前てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね。ちょっと気がかりですね。何がだ。翔太のことです。売り上げもいいし礼儀も正しいんですが、なんか悪い連中とつるんでよく遊んでるんです。変なことに巻き込まれてないといいんですが。すみません桐生さん、ちょっと店を開けてる最中にこんなことになるなんて。いや、いいんだ。それより伊達さんが心配だ。まさかさやちゃんが店にツケがあるなんて。翔太のバンスもそれが理由だったんですね。バンス？ああ、ホストが店に金借りることです。自分のお客さんが払えなくなった分を自分で立て替えるんです。回収はホスト自身がします。じゃあ翔太ってやつはその借りを返すために。いや、ちょっと考えづらいですね。うちの店はバンスに金利も期限も特にないですから。翔太はどうしたんだ。今日は早番だったんでもう上がりましたよ。桐生さん、翔太が言ったの。マチキンから借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを。
本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのか。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがない。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。そのマチキンの場所わかるか。ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。行くぞさや、お前も一緒に来るんだ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。